大人の起きてはドーナツホールの楽曲。2017年2月7日にアリオラジャパンよりデジタルダウンロードシングルとして発売された。作詞作曲はシーナリンゴ。この楽曲は TBS 系テレビドラマカルテットの主題歌として制作され、主要出演者である松高子、三島ひかり、高橋一生、松田龍平の4人による 番組限定ユニットドーナツホールが歌唱を担当している。作詞と作曲をシーナリンゴが手掛けているほか、編曲はシーナと斎藤猫が共同で担当。演奏メンバーにはひいずみまさゆき斎藤猫カルテット、田村優やらが名を連ねている。本作はビルボードジャパンホット100総合シングルチャートで初登場第4位を記録。デジタルダウンロードランキングでも、 iTunes 週間ソングランキングで第1位を獲得したほか、レコチョク、モーラ、ミュージックドット j p Google Play ジック、ドワンゴ、ミューモ、オリコン、ラインミュージック、Amazon J-Pop、Apple Music J-Pop 等各主要配信サイトで軒並み1位を獲得。配信開始1週間でダウンロード数が10万を超えるヒットとなった。 その後も数週間トップ10にランクインし続け、3月21日のドラマ最終話放映後には、配信1位に返り咲いて週間1位も獲得2017年度に最も売れた配信シングルとなった。曲の作詞、作曲を手掛けたシーナリンゴ t b s 系テレビドラマカルテットの制作にあたり、ドラマのプロデューサーを務める佐野アヒは、音楽家のシーナリンゴに、 主題歌の制作を依頼した。佐野は当初からドラマ出演者である松高子、三島ひかり、高橋一生、松田龍平の役者4人で主題歌を歌う構想を持っていたため、シーナにも役者4人で歌う曲として楽曲制作のオファーをした。さらに佐野はオファーにあたり、シーナにドラマの台本を渡した上で、ドラマの世界の続きではあるけれど、ある種、 それまで履いていた靴を脱ぎ捨て、別の世界に行っても構いません。素敵な曲であれば、ジャンルは問いませんと述べ、自由に制作してほしい旨を伝えた。一方で、佐ノワ2017年現在の日本のドラマ界全体の風潮として、白黒はっきりとした分かりやすさ、また、こう見せたいと制作者側が決めるドラマばかりでは、つまらないとも感じており、カルテットでは、 ドラマの多様性を伝えたいと考えていた。サノア・シーナへはそう言った、自身の気持ちは直接は伝えていなかったものの、完成された楽曲の歌詞には、ああ、白黒つけるのは恐ろしい、切実に生きればこそ、総人生は長い、世界は広い、自由を手にした僕らはグレー、との一節が含まれており、多様性が肯定された詩になっていた。また、シーナにとっても、 はねてよりことあるごとに楽曲提供したい相手として名前を挙げてきた中の一人である松江の初めての提供曲となった。この楽曲は4人組グループドーナツホールによって歌われている。彼らは TBS 系列のテレビドラマカルテットのためにドラマの出演者である松高子、三島ひかり、高橋一星、松田龍平の4人によって 期間限定で結成されたグループであり、ドラマ本編で4人が組む弦楽四重奏カルテットのグループ名と同名である。4人はこれまで何らかの形で音楽に携わった経験があり、松は女優業以外に2014年のレッド・イット・ゴー、加えてシングル21枚、アルバム9枚をリリースしている歌手であり、三島は過去フォルダー、フォルダー5として音楽活動を行っていた。 さらに高橋は過去、スタジオパークから、こんにちは、出演時にザ・ブーンの空立ちの道を披露した経験があり、松田森一夫、スライムのメンバーペースのソロアルバムに、ボーカルとして参加している。楽曲は2017年2月7日に、アリオラジャパンより、デジタルダウンロードでシングルリリースされた。ドラマ終了後に、銀座の複合施設、 銀座シックスの CM 音楽制作の依頼を受けたシーナは CM のキャスティングにカルテットの主演4人を推薦した。キャスティングはならなかったもののテーマソングとなった目抜き通りの歌詞はカルテットその後という体で書いている。音楽プロデューサーの佐橋義行からのリクエストをアップルレコード時代のポール・マッカートニー的な楽曲が求められていると解釈したシーナは それに沿って曲を書いた。作曲の際には主演の4人の声をしっかり認識してもらうために楽器の音は最小限まで減らすなど、まず構造的なアプローチから入った。歌詞については第1話の台本はもらったもののそれは読まず、公式サイトにあった大人の恋は厄介だという言葉と配役を目にした印象のみで仕上げた。レコーディングにはソングライターのシーナに加え、 ピアノ演奏で、ひーずみ斉藤猫カルテットより第一バイオリンで斉藤猫、第二バイオリンで、グレート坂江伝、ビオラで、山田裕二、チェロで、藤森良一、チューバで、田村祐也、ミディで、井上内歌氏が参加している。また、大人の起き手の楽曲構成について、スポーツ報知は、松、ま、三島が、切ないメロディーを歌い始め、次第に、高橋、 松田の声が重なっていくような構成とコメントしている。当初シーナはグループの4人が歌唱に加えて演奏も行うものとの早とちりして4人分の弦楽パートも用意したと冗談めかしてコメントしていたが実際はミュージックビデオで4人がリップシンクしながら弦楽器もそれぞれ当てぶりすることを想定して書いたものだった。リアルサウンドの若田由紀は 大人の起手におけるシーナの仕事について知識や経験をいくら積んだとしても正解不正解を正しく選べるようにはなれない。そんな大人の姿がユーモラスかつシリアスに描かれるカルテットの主題を見事に救い取って大人の起手を書き上げたとドラマ自体のテーマを救い取っている点を表し、さらに様々な設定や背景が複雑に絡み合う。 カルテットをさらに深く掘り下げて楽しむためのヒントを与えてくれる主題歌であるとコメントしている。大人の起きては2017年2月20日付のビルボードジャパンホット100総合シングルチャートに第4位でチャートデビューした。また配信開始1週間で10万ユニット以上のデジタルセールスを上げており、ジャパンホット100を構成する各部門ではダウンロード1位、ラジオ35位、 ツイッター76位、ストリーミング11位となっている。ビルボードジャパンは、チャート成績について、まだまだ余力を残しており、しばらくチャートを賑わせそうだと評している。第92回ザ・テレビジョンドラマアカデミー賞では、カルテットの主題歌として、ドラマソング賞を受賞した。第32回日本ゴールドディスク、対象配信楽曲部門のベスト5ソングバイ、ダウンロードを受賞。 2017年12月6日にドーナツホールのメンバーである松高子がリリースしたオリジナルアルバム明日はどこからに収録され初 CD か。またボーナストラックとして松によるソロ歌唱バージョンとオリジナルカラオケも収められており、同日に発売されたシーナリンゴのセルフカバーアルバム逆輸入航空局にはシーナのセルフカバーバージョンが収録され、 12月22日には、シーナと松崎直のデュエットバージョンが配信限定でリリースされた。大人の起手に付随する楽曲のミュージックビデオは2017年1月18日に YouTube 上でショートバージョンが公開され、楽曲を歌唱している松、三島、高橋、松田の4人が出演している。ビデオは、松と三島の2人が、 ジャズバーで歌うシンガーのような衣装をまとい、さらに高橋と松田はシンガーの二人を撮影するカメラマンと監督役を演じ、ミュージックビデオの中でミュージックビデオを撮影しているという内容となっている。ネトラボエンタはこのビデオの内容についてユニークな構造と指摘し、さらに曲調に合わせたムーディーな仕上がりの動画とコメントしている。出典、楽曲を作詞、 作曲したシーナリンゴが自身のセルフカバーアルバム逆輸入航空局の収録曲と配信限定シングルとしてカバーしている。逆輸入航空局にはキーを変えて A 歌詞でシーナがソロで歌唱したものが収録され配信シングル版は90年代グランジサウンド風にアレンジされて1998年デビュー同期の松崎直人のデュエット曲としてシーナリンゴと 松崎なお名義でリリースされたデジタルダウンロードシングルドーナツホールに関するカテゴリー。ありがとうございます。